キム・ベーシンガーはアメリカ合衆国ジョージア州出身の女優。1997年公開の LA コンフィデンシャルでアカデミー助演女優賞を受賞した。父親はジャズバンドに所属し、母親はモデル、女優だった。ドイツとスウェーデンとチェロキー族の血統である。5人兄弟の3番目。子供の頃はバレエを習っていた。16歳の時に ミスコンに出場し、ジョージア州の代表に選ばれ、ニューヨークに行く。その時、モデルエージェンシーに見出され、20歳の時には、トップモデルとなっていた。その後、ネイバーフッドプレイハウスで演技を学び、ハリウッドに移って、俳優としての道を模索し始めた。1970年代中頃から、チャーリーズ・エンジェル等のテレビ番組に、早くで出演するようになり、 1983年、ネバーセネバーアゲインの、ボンドガールに抜擢される。1985年、ナインハーフで大胆な演技が話題を呼び、スターの仲間入りを果たした。1989年には、バットマンのヒロイン役に抜擢される。1997年、往年の女優ベロニカ・レイクを彷彿とさせる役柄で、LA コンフィデンシャルで、ゴールデングローブ賞女演女優賞。 アカデミー助演女優賞を受賞。1980年、メイクアップアーティストの男性と結婚したが、1988年には離婚した。1993年、あなたに恋のリフレインで共演したアレック・ボールドウィンと結婚した。二人の間には、娘のアイルランド・ボールドウィンがいるが、2002年に離婚している。経済面では、1989年、 家族に勧められて、ジョージア州2691エーカーの土地を 20US ドル、ミリオンで購入し、映画スタジオ等を作って観光地にしようとするが、失敗する。1992年、ボクシングヘデナへの出演を止めたことで訴えられ、740万ドルの損害賠償金を支払い、破産した。ありがとうございます。